和菓子祭り2024だって。もう6月後半早くないですかって。早いわ。なんかさ、もう1年の半分が終わろうとしてるんだって。やばいじゃん。目指して次の公演15かな、15なのかな、次の公演は。直近で多分15とかもう終わってる。 22? その前にないのかな、一回。あ、多分22あったとしても、パチドラがその前にあるかぐらい。目撃者は次22だから。なんかさ、公演って楽しいよね。なんかやっぱみんなでメイクしてさ、みんなでメイクしてリハして踊って、そうね、楽しい。22か。来週も今週か、今週もずっと目撃者の目撃者リハ続きだから、楽しみですね。はい、ということで今日はポンデリング作りました。これはもうサクサクこうやってチュン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 。これもうね、めっちゃ美味しいの。これケーキポンデリングいただきます。そう、本当に美味しくて食べてほしい、みんなに。いただきます。そう、焦がしちゃったよ普通に。めっちゃ美味しいのこれ。丸焦げ、マジ。なんか最近私がよく見る YouTuber の方が、モッパン系の、モッパン系なの、モッパン系のあの、どっかにあるはずなんだけど、うん、ないお茶が、あっち持ってたんだよ、きっと。あっち持ってっちゃった。ちょっとお待ち。小皿が来た、私の部屋に。ようこそいらっしゃいまし。はい、小皿、抱っこしていい？小皿、みんな見たいって言うより、やっぱりみんな小皿ちゃんのこと見たいんだって。
こじゃない。あら、こんばんはって言ってほら、こんばんはってみんなに。ね、こんばんはって。はい、なおが、こんばんは、こんばんにゃー。どうしよう。かわいい、コタロー、かわいいじゃん、コタロー。眠そうだって、眠たい、コタロー。かわいいね、コタロー、めっちゃベリーベリーキュー。この競技からだったらさんまにさ、みんなのコメントを見る。おとなしい。なんでそんなおとなしいの？めっちゃぐるぐるいってはいるんだよね。あ、嫌だ、もう。やだねー。はい、嫌だった。うん、マジ美味しい。これ焦がさなかったらもっと美味しいんだろうな。焦がしても美味しいってことは、焦がさなかったらめっちゃ美味しいの。何これだろう。なんか最近さ、私さ、めっちゃ YouTube とかでさ、モッパン系のモッパンっていう、なんか、まあ、たくさんのものを食べるっていう、そう、まあ、ちょっと大食い系な動画の方をね、見るのが好きで、もう結構ね、その2人ぐらいね、そういうモッパン系の方の YouTube ずっと見てるんだけどね、マジでね、美味しそうで全部。ほんとなんか、ウキポンデリング食べたすぎてずっと見てた。ウキポンデのモッパンを。かわいい子だろ、もう。愛おしくて、愛おしくて。コタロー、コタロー。
コタロー、コタロー、コタロー、コタコタ、コタコタロー。夕飯食べてないまだ。なんかねステーキ食べたいの。私さまじステーキ大好きなんだと思う。たちゃん寝たい？ステーキ食べたい。お肉好き。ステーキが好きでめっちゃ今日食べたい気分。なんかそう今日さそのなんか博多中洲で変になんかステーキが安くて美味しいお店があるみたいなのを見てめっちゃ行きたいと思った。なんかおかわりし放題で。ご飯のおかわりと大盛りがし放題で、そう食べたくなっちゃうじゃんそんな見たら。でもハンバーグもハンバーグステーキがいい。ステーキハンバーグ。ステーキハンバーグがいい。なんか普通のハンバーグじゃなくてもう硬いココスが好き。ココスいきなりステーキとかも食べてたな。マジお肉が好きだからさ今日夜ご飯なんかな。マジお肉食べたい。食べたい。なんか普通にさなんかあの焼くのが美味しいじゃん。なんか茹でるとかもしゃぶしゃぶ系だったら茹でるんだけど焼いたお肉が好き。ステーキの火加減は、まあ、柔らかいのがいい。なんかあんま火通しすぎて硬くなるのが嫌で。そう焼肉行きたい。
お米必須。そうなのね。なんか私そうそう、なんか焼肉行った時ね、今まで絶対ご飯食べる派だったのけど、なんか最近食べなくて、なんかリンカとグッチといたらリンカとかは食べなくて、ほんとご飯を焼肉行った時から私もまあいっかと思ってたけど、意外と食べなくてもいけるもんだと思って、その分お肉食べれるし、664って、焼肉はタレにもこだわりたい。え、15分になった？これ全然見てなかった。でもタレで進むよね、ご飯が。メール来たって。今早く送っか、メール。15分経ってるんだって。なんかさ、そう、あの送ったあの生誕のこと、なんかマジ自分のこと感想しか述べてないんだけど、マジ自分のことしか言ってないから、興味がある方だけ、なんか裏話ではっていうわけでもないけど、やばい、めっちゃぐるぐるいってる今。長め、私にしては。あれなんで、メールの返信、メールの返信、あ、やばい、めっちゃどんどん下がっちゃう。メールの返信お待ちしております。いつも見てるからお待ちしております。返信入ってくれたら嬉しいなって気持ちで。ちょっとここはメールがメールね、HKT メールで、ここ
チャットがチャットブースティーの告白メール。そう、誤字脱字しちゃうと、そう、あのみょ、あのみ、なに、私別告白メールでしか検索できないからさ、誤字脱字の文まで予測してそれで調べることはできないから、ちょっとそう、お気をつけください、誤字脱字に。私タブレットどこやったっけ、どこだタブレット、しまってます。なんかまた蚊に刺されたかな。フージーのゴーゴーハ、なんか藤野って調べたらさ、たくさんのさ人が出てくるわけじゃん。藤野ってこんなに多いんだって今さら、ここ歯が出てこない、心歯、お返信待ってます。ここはハピーメールで、マジでご飯食べたい。ツン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 、ツルツンツン、ヒーヒーフー。そういえばね、みんなに見せたいものあるわ。紹介します。私がさ、こっちさ、おしゃれってちょっと勢いがちょっと したらさ、どんどん後ろに下がっていっちゃう。じゃあ、見せたいものです。新しく買ったレッスン着を紹介します。じゃん、新しく買いましたレッスン着を。じゃあ、まず一つ目ね、まず一つ目こちら、レッスン着だからね、こちら。でもおしゃれレッスン着、これは2着買って、おしゃれレッスン着、これはこちら、可愛くない？ここにチェリーが書いてるの。だから公演とかある日、まあ普通にレッスンの時とかはやっぱ踊るから、こんなおしゃれなのより普通の T シャツの方とか動きやすいんだけど、まあ公演とかだとあんまりリハしない時もあるから、公演まで遊び行こうって時にさ、これ着てもさ、スイハギーにもなるし、
いい萩にもなるし、普通にお出かけするときにも便利じゃん、これと思ってこれに買いました。こちらです。これね、めっちゃ安かった。なんかアベイルって知ってる？みんな。そう、そこにね、この前ココッペとみんなと行って、そうそう、ちょっとね、行ってみようってなって、そう、行ってみたらなんかいいのあったので、アベイル、もうめっちゃ安かったの。これが1600円ぐらい、安くない？こんな可愛いのに。安い、1500円の、1650円か。これ可愛いですから買いました。おしゃれっす。あともう一つ、これさくらんぼって書いてある。白だったらね、別に汗が気になったりはしないので。あとこちら、これもウェール。これもレッスン着で買いました。これもおしゃレッスン。これ花なの、青のお花ね。ここの胸元がこのひらひらってなってるのが可愛くて、普通に私服でもいけるし、レッスン着にもいけるしって感じです。まあ多分ピチって着るのは可愛い気がしたので、これは M で、あ、これが S で、これは M しか売ってなかった。 M では多分10万。そう、これは1320円です。これは1320円。安いよね、かわいい。これを公園の時とかさ、なんかちょっと遊びに行きたいなってなった時に着れるかなって思って買いました。レッスン着ね、ほんと不足してるから、さあもういろいろ捨てたりしたの昨日。あのお部屋、整頓したくて、買ってみました。はい、レッスン着ね、ちょうどいいレッスン着があってよかったです。リハがやっぱ明日からもまた続くので、これはおしゃれっすなので、あんまおしゃれっすぎだから、あんまり、そうね、あんまり、着るわけではないけど、公園の時とかね、遊び、公園だと遊び行こうという計画があった時に、良いかなって思って。週末東京もそんなの早くない？ダンスの人お腹出す、確かにお腹出すよね。もう全国握手会か、早いですね。ライブもねあるから楽しみじゃない？めっちゃ、なんかさ、 AKB さんとか、私なんか結構ゆきりんさんのなんか、ね、一日密着みたいな、全国握手会
とかファンミーティング1日密着みたいな動画をね結構見るんだけど、そう見るんだけど、なんだろう、そう YouTube 上がってて、なんかそれ見るんだけど、いつもなんかやっぱりなんかライブあのステージがまずリハしてメイクして私服に着替えて行ってきますみたいな感じでやってて、それがなんか羨ましくて、やっぱねライブステージやりたいよね、なんか遊びゲーム企画とか。だから今回初めてねミニステージミニライブがあるっぽいので、またリンカのあれが動いたりするのかな。え、くしゃみが出そう。まあ、もしリンクがそれかもしれないんで、私もなんかたくさん撮ろう同期の。なんかいまいちあんまり分かってなくて、全国科学士会がどういうものかというものだから楽しみです。ハイタッチからピースしとく、確かに。ハイタッチ会7期もねいるもんね、初参加。いいですね、楽しみがあることはいいことです。クレちゃんの例行きたいんだけど、ちょっと私もリーリタン行きたいなリーリタンかわいい、みんなかわいい、もう全員行きたいな。なんか私も行きたいんだけど、私ってなんかロリコンなのかな、ロリコンっていうかなんか小さい子好きなのかなと思ってきて、東京にテンション上がりますかって。上がります、みんなそうだよね。そうだね、結局はちっちゃい子が可愛くて、うん、こっちから見たら藤子もこうと思って、それ年齢はね
楽しみマジ今度リハもあるので楽しみです。サマステもね楽しみです。8月12かな11か12 11か。サマステ楽しみ。暑そうマジ。え、外だよね。マジ暑そう。湿だけガチリ減らしたし、ビール風吹く。そうなんだ。暑いよ。ステージ取りも日陰よって、気温だよね結局は。でも日陰なんだって、よかった。この眩しいなんて目がこうやってこれでずっと踊らなきゃいけない可能性もね あるからね。日差しが強いと目が細めながら、眩しかったらね、もうちょっとあれなんで。あのサングラスかければいいやん。配信もあるんでしょ。マジ嬉しい。え、セミいるんだって。夏バテに気をつけないとね。これからの季節というもの、暑くなってっからね。サマステはゴンなんだ。そうなんだ。今年花火大会行きたいな。花火大会行きたい。なんか、ね、あの浴衣着てお祭り行きたい。ないよね、あんまり花火大会って。浴衣着たい。宇宙やかな、やっぱり。なんかあんまなくない？この近くでさ、やってるって。博多湾芸術花火大会とか、それね、去年グッズと行こうって話してたので、ちょうど言ってもなかったし、行けるじゃん行けるじゃんってなって、行こう行こうって話してたんだけど、そう、なんか追加公演が入っちゃって追加公演が入っちゃって、でもそうだから、でも多分近いから名の浜とかで多分やってたっぽくて、だから普通に公演終わって外出たら花火大会あってた。音だけ聞こえたけど見れてはない。音だけ聞こえた。でも公演終わりにさ、なんか行くとさ、もう髪型そのままでいいわけだじゃん。なんか生写真とかだったらいいの。生写真撮影があって、そのまま最後なんかお団子とかしてもらって、
QR だっけみたいな。なんかさ、私も普通のワンピースなんだけどさ、なんか 2way のワンピースなのね。なんかワンピース、あ、浴衣が 2way の浴衣があって、私も普通の浴衣持ってるんだけど、なんかそう、ワンピースになってて、あと羽織ってみたいな。ワンピースとしても着れるし、なんかそのキャミワンピみたいなのがあって、その上に羽織って簡単になんか不器用な人でもできるよみたいな。そう、去年はね、もうママがね、ママもねそれ得意じゃないんだけど、得意じゃないなりに頑張ってやってくれたのです。そう、得意じゃないなりに頑張ってやってくれましたので、今年も、まあ、もし行けるならね、お任せしちゃおうかなって思います。でも 2way、 そうでもね、浴衣もう一個買いたいなって思って、浴衣もう一個買いたいなって。ママに相談してみたの、これ可愛くないって、新しい浴衣欲しくてって言ったら、去年のがあるやんって言われて。でもさ、なんか浴衣って同じ、なんかさ、まあ、確かに1回しか着てないしさ、あれなんだけどさ、なんか浴衣って毎年同じじゃなくてさ、なんか年々違うやつ着たいじゃん。そうけど、まあ高いしね。でもね、高いって言っても私が買うところは安いの、通販で買ってるから。グレール、グレールっていうところがあって、そこで好きなの私は。プチプラだから、なんかおしゃべり会の服とかなんかもう欲しいってなったら、もうそこでちょっと安いの探して、でも安くてもめっちゃ可愛いから、めっちゃそう使ってる。そう、でもね、新しいの買いたくないじゃんけどね、ダメって言われちゃったから、もう1、2年は我慢して。でも今年も多分ニコ生、まああるか分かんないけど、多分さあるはずなので、ニコ生が。そうしたら、そうだから、それでまあ浴衣また着れるかな、嬉しい。今年はどんな浴衣かな、用意してくださってる分を着るので。よし、そろそろ終わろうかな。多分1時間ぐらいしてます、今日。終わります。13位、カペチョロさんありがとうございます。12位、リオダさんありがとうございます。11位、グフさんありがとうございます。10位、マークさんありがとうございます。9位、シミシミさんありがとうございます。8位、ミルンクラゲさんありがとうございます。7位、ワンタンメンさんありがとうございます。6位、ゲントルさんありがとうございます。5位、ピシさんありがとうございます。4位、カズッピさんありがとうございます。3位、ただの魚さんありがとうございます。2位、ちゃんとくさんありがとうございます。1位、ポンタロさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。メール見てください、ぜひ。で、返信もお願いします。じゃあね、バイバイ。